皆さんこんにちは、ルルマロです。今回はですね、じゃじゃーん、先日の動画でも予告していた原画展のグッズを開封していきたいと思います。そして今回はもう原画展の目玉商品のコレクション缶バッジを開封したいと思います。それではレッツゴー。私的に鬼滅のグッズといえばコレクション缶バッジというところがあるんですけど、そんな缶バッジもとうとう第6弾となりました。そして今回のラインナップは全16種類で、炭治郎くん、ねずこちゃん、善一くん、伊之助くん、義勇さん、煉獄さん、そして宇髄さん、舞一郎くん、忍さん、みつりちゃん、イグロさん、サネミさん、そして姫島さん、玄也くん、かなおちゃんと、あとはかまど兄弟のものになります。第5弾に続き今回の缶バッジにもかなおちゃんが収録されているとのことなので、もう私はこのかなおちゃんを一点狙いで開封していきたいと思います。ではまず一つ目見ていきましょう。もうコレクション缶バッジ開封するのもう本当に久しぶりなんですけど、果たして第6弾はどんな素敵なデザインになっているのか。あ、うまく切れない。では行きます。一つ目、せーの。おー、煉獄さんが来てくれました。わー、めちゃくちゃ素敵なめちゃくちゃ素敵なデザインです。なんか今までのコレクション缶バッジとは、今回ちょっとなんか雰囲気が違うというか、今回はなんて言うんだろう、本当に色鮮やかというか、キャラそれぞれのカラーが作り込まれていて、本当に素敵な缶バッジだと思います。はい、まず一つ目はですね、煉獄さんが来てくれました。ありがとうございます。ではちょっとこの袋の上に乗せてここに置いておきます。はい、それでは2つ目開封していきたいと思います。もう煉獄さんがめちゃくちゃ素敵だったので、早く他のキャラも見たいですね。あー、いきまーす。せーの。おー、煉獄さんが来てくれました。まさかの、わー、何度見ても素敵な缶バッジです。いや、もうこの、ここの煉獄さんからの、ここの煉獄さんが本当に泣けるというか、もうめちゃくちゃ最高です。ありがとうございます。はい、というわけで2個目もですね、まさかの煉獄さんが来てくださいました。ありがとうございます。もしかしたら煉獄さん3なんてこともあるかもしれないですよね。はい、それでは3つ目見ていきたいと思います。いきまーす。せーの。おー、うずいさんが来てくださいました。あ、無限列車からの遊郭へとつながりましたね。うわー、めちゃくちゃかっこいい。もうほんとちょうど遊郭編で、あ、すいません、すいません、失礼しました。もうほんとにもう遊郭編見たばっかりなんですよ。なのでね、もううずいさんを見るとわーってなりますね。めちゃくちゃかっこいいです。はい、3個目はですね、うずいさんが来てくださいました。ありがとうございます。もう煉獄さんからのうずいさんへの展開でしたね。では4つ目見ていきたいと思います。一体誰が来てくれるのか、いきまーす。せーの。うん、煉獄さん、なんか私3個くらい同じキャラ引くこと多いんですよね。でも今回全15種なので結構な確率だと思うんですけど、まさかのですね、煉獄さん3個目来てくださいました。ちょっとめちゃくちゃびっくりしてます。もしかしたらまだ煉獄さんが残りの6つに潜んでるかもしれないですね。はい、4つ目もですね、まさかの煉獄さんが来てくさ、ちょっともう驚きすぎて、本当にカミカミなんですけど、すいません。めちゃくちゃ豪華な並びになっております。はい、それでは5つ目。見ていきたいと思います。果たして5つ目では一体誰が来てくれるのでしょうか。では見ていきたいと思います。いきまーす。せーの。おー、炭治郎くんが来てくださいました。うわー、めちゃくちゃ、かっこいい。炭治郎くんのデザインはこんな感じになってます。もうここからのここですよ。もう本当に素敵すぎる。もう今回の缶バッジは何度でも言いたいんですけど、本当にデザインが美しすぎますよね。本当に
綺麗です。ちょっともうこれに関しては本当にコレクション欲が出るというか、もう本当にみんな素敵なので、本当ならみんな集めたいです。はい、5つ目はですね、炭治郎くんが来てくださいました。ありがとうございます。わあ、この並びめちゃくちゃいいですね。思いが引き継がれてますね。はい、では次、折り返しの6つ目見ていきたいと思います。もう折り返し、もう本当にグッズ開封ってあっという間なんですよね。はい、それでは6つ目見ていきたいと思います。いきまーす、せーの。おー、ねずこちゃんが来てくれました。うわー、炭治郎くんからねずこちゃんが来てくれましたね。うわー、めちゃくちゃ尊い。うわー、かわいい。めちゃくちゃかわいい。このねずこちゃんは最終巻のねずこちゃんだと思うんですけど、もう最終巻のかまど兄弟の表紙が私めちゃくちゃ大好きなので、もうこのねずこちゃんは私得です。もう泣けるし、デザインも素敵な缶バッジだし、ねずこちゃんもかわいいし、本当に最高です。はい、6つ目はですね、ねずこちゃんが来てくださいました。ありがとうございます。もう7つ目になってしまいました。はい、それでは7つ目見ていきたいと思います。7つ目いきます、せーの。わー、しのぶさんが来てくださいました。うわー、めちゃくちゃ綺麗です。本当に綺麗。このカラーの方はみんな原作の表紙のイラストだと思うんですけど、この原作のしのぶさんのイラスト大人気じゃないですか。もう本当に可愛いですよね。うわー、可愛い。そしてこっちのしのぶさんも本当にお美しいです。うわー、もうしのぶさんを見たらもうよりかなおちゃんが欲しくなりました。はい、7つ目はですね、しのぶさんが来てくださいました。ありがとうございます。あと3個しかないという事実から目を背けたいのですが、残りの3つも見たいので、開封していきたいと思います。それでは8個目見ていきたいと思います。いきまーす、せーの。わー、ギウさんが来てくださいました。うわー、この義勇さんもめちゃくちゃかっこいい。もう実物の破壊力やばいです。これも大好きなグッズの一つになりました。本当に素敵すぎる。もうね、なんかもうみんな大好きなんですよ。原作の表紙ってやっぱ最強なんですよね。もうめちゃくちゃかっこいいです。はい、箱目はですね、義勇さんが来てくださいました。ありがとうございます。なんやかんや未だにちょっとかなおちゃんを引けていないので、もうここでね、本当にかなおちゃんを祈って開封していきたいと思います。はい、それでは9個目見ていきたいと思います。せーの。わー、もうねずこちゃんが来てくださいました。2個目になるんですけど、本当にとっても可愛くて2個目も嬉しいです。ありがとうございます。はい、9個目はですね、またまたねずこちゃんが来てくださいました。ありがとうございます。わー、やっぱこの最終巻の表紙のねずこちゃんめちゃくちゃ素敵で、やっぱねずこちゃんって炭治郎くんといる時の表情めちゃくちゃいいですよね。もういよいよ最後の一つになってしまいました。あー、まだかなおちゃんを引けていない。でもみんなめちゃくちゃ素敵で、あー、あと一個。もう本当にグッズ開封するたびに、もう最後の一つになるとこういう感じになるんですけど、はい、来てくれるように祈って開封したいと思います。お願いします、かなおちゃん、お願いします、お願いします、お願いします。果たして最後に神引きなるか、では見ていきたいと思います。いきまーす、せーの。わー、おゆうろさんが来てくださいました。なんかさっきからめっちゃワオとか言ってるんですけど、わー、イグロさんもめちゃくちゃ素敵なデザインになってます。そして原作の表紙のイグロさんもかっこいいし、イグロさんのこの真剣な表情のかっこよさですよ。本当に可愛いし、かっこいいし、素敵な缶バッジになってます。推しが収録されてる皆さんはぜひもう購入してほしいです。はい、最後の一つはですね、イグロさんが来てくださいました。ありがとうございます。はい、というわけで今回の開封結果は、まさかの煉獄さんが3つと、うずいさん、炭治郎くん、そしてねずこちゃんが2つと、しのぶさん、ぎゆうさん、いうらさんという感じになりました。コレクション缶バッジの開封の方ではかなおちゃんを引くことはできなかったんですが、他にもね、開封するグッズがいろいろとあるので、もう絶対にかなおちゃんを引いてみせます。ぜひ皆さん楽しみにしていてください。はい、それではですね、本日も最後まで見てくださり本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。